橋は、名取川の支流広瀬川に架かる橋。指導表情河原の都線線を通すが、建設中の指導高山時和町線の一部にも指定されている。仙台市青葉区の表情河原と玉屋家を結んでおり、元は表情橋、表情書橋などといった。寛永13年に初めて橋が架けられた。現在の橋は、 長さ110.0メートル、幅11.9メートルの鋼桁橋である。氷上瓦の地名は、仙台藩の氷上書が置かれたことに由来する。寛永13年に氷上橋として架けられたが、大水で何度も流された。聖徳5年、京宝6年、京宝16年、文化9年の流出が記録されている。絵図によれば、中洲を介して2つの橋があった。元は、 朱塗りの欄干を持つ和風の橋だったが、1994年に架け替えられて、水色の柵を持つモダンな橋に変わった。二車線と下流側に広い歩道を取る。橋の中央には歩道のせり出しがあり、座れる場所が設けられている。広瀬川は、この橋のところでは、南から北へ流れる。橋から西には仙台城がある、青葉山が望めるが、城の遺構は見えない。 蛇行する川は、橋の南方で右岸の山を削る。その正面に見えるのは、八木山にある東北放送のテレビ塔。左側の断崖は、京が峰の西面で、長原棒の映像地である。仙台市の観光地、随宝殿は蛇行する広瀬川に囲まれているため、訪れる観光客は表情を変わらか玉屋橋を通らなければならない。橋の架け替えに伴う、 道路整備で、表情河原の橋付近から、随宝殿までの道路は、車道、歩道ともに広くなった。しかしそこに接続する道は細いままである。ありがとうございます。